大体でこの部分を叩いて抜いてやります。ではですね、ちょっと一度こういう、まあ、平らだと思われる材料に一度印をつけてこれをこすってみようと思います。でそうすると、まあ、カンナの台のどこが出っ張っていてどこがへこんでいるかっていうのがよくわかると思います。それでちょっとこのカンナがどういう形で仕込まれているかっていうのをちょっと一回見てみましょう。こういうふうに鉛筆もしくは印のつけれるものですね、こういう色のあるペンでここに色を塗りました。でカンナの刃は少し引っ込まします。物が削れないように少し引っ込まします。全部抜かなくて大丈夫です。全部抜かないでください。で少し引っ込ました状態でこのままここにこすりつけてみてください。はい、じゃあこのままひっくり返してみます。そうするとですね、こういう形で当たっているところっていうのが分かってきます。はい、この辺は当たってないですね。はい、でこの辺も比較的当たってないです。でよくこういうふうに擦れているところが、まあ、黒くなるような形ですね。ですのでこのカンナ、基本的にはすごい、よくきちんと仕込まれていると思います。なんですけれどもこれをまあもう少し自分が、使い勝手のいいようにしてやる、もしくは幅広い面積で削りたいといった時の調整法をご紹介させていただきます。カンナのこの台頭の方ですね、この部分というのは基本的には当たってなくても大丈夫です。ですからここ黒い部分がありますけれども、これ初めのうちはここつけようと思わずに削ってしまった方がいいですね。で逆に刃口の部分、この部分とこの台尻の部分の2点設置にするためにこのカンナのちょうどお腹の部分っていうのはへこまします。で台尻の部分とここの部分が、出っ張っている状態になると。でこの刃口の部分から刃が出た分、見えた分だけが削れますよというような形の設定にしてあります。これがですね、カンナが例えば反ってきた、梅雨で膨張したりだとか日向に置いてあったりするとカンナが反ったりします。反るとこのカンナの頭の部分と下の部分で設置することになりますので、刃をたくさん出さないと板が削れないというような状態になります。そうすると、刃をたくさん出すとその分出だしから削ろうとした時に刃が引っかかってすごいボソボソっと削れてしまう、こんなにカンナっていうのは重いもんなのかというような話になってきます。ですのでそういうことがないように初めのうちは、その反ることを見越して頭の部分はそんなにつけようと思わなくて大丈夫です。これがまあこの刃と平行に見た時のまず見方の一つです。で今度はカンナを、この小口側から見てあげましょうか。で小口側から見た時にカンナっていうのは反る方向大体決まってます。大体でこの端っこが高くなるように設定されてます。これカンナを作る職人さんが考えられて作ってます。でなぜかというとお腹側がボコーンと出てしまうと今度直そうとした時にそのどれだけ削ってもその曲面を拾ってしまってなかなか平らになってくれません。でも逆に反ってくれるような形になれば削ろうとした時に2点設置で安定しますので削っていれば最終的には平らになりますよと、今回のこのカンナも端っこが黒くなってますね。はい、こういう形で端っこが当たっていますよという状態になってます。はい、でですね、より広い面積をきれいに削りたいとなったらこれを調整してやることが必要になります。端っこ2点が高いとまた今度広い面積を削ろうとした時に刃をたくさん出してやらないと、結局削れないということになってきます。なのでここがフラットになるように設定してやりたいというような形で、今回はちょっと調整してあげようと思います。はい、じゃあ実際に調整に入っていきましょう。それではですね、実際にこの台の部分をこう直してあげていきたいと思います。で通常僕らはこれ面白い話なんですけど、カンナを直すカンナというものがあります。この、台直しカンナというものですね。こういうものでこの部分をこういうふうに削ってやるというような形で調整するんですけれども、なかなかこのじゃあカンナを直すためにまたこのカンナも買わなきゃいけないのかとなると皆さんが DIY や木工から遠のいてしまいますので、このサンドペーパーでやる方法をご紹介したいと思います。刃が必ず引っ込んだ状態
ですね、少しだけでもいいので引っ込ませておいてあげてください。じゃあこの状態で、真っ平らにしても大丈夫なんですけれども、ちょっとそのへこむところ、当たるところを理解していただいたので、まずは真っ平らにせずにこの状態のまま黒くなっているところ、ここを削っていくようなイメージにしましょう。ではですね、このカンナの刃がこのサンドペーパーよりこちら側に来るようにしてあげてください。ごめんなさい、こうしましょうか。こう見た方が分かりやすいかな。はい、じゃあこの状態でまずは削ってやります。今先ほど台直しカンナでやっているのをサンドペーパーでやっているのと同じですね。で、逆にサンドペーパーでここでこうやってやりたくなるんですけれども、サンドペーパーでここをこう磨いていくとですね、人間っていうのはどうしてもこういう風な動きになってしまいます。そうすると真ん中が高い木が出来上がってしまうというおかしなことになってしまいます。ですので安定させるためにこういったサンドペーパーですねに当てて削ってやると、そうすると黒い部分がだいぶなくなってきました。もうちょっと削ってやってもいいですね。はい、こんな形で削れました。もうここが平らな定規などがあったら、蛍光灯などに透かしてこうやって見ると光がどこから漏れてるかっていうのがよくわかります。じゃあ、それを見た時に今度ここがさっきちょっとこんな感じになってましたね。じゃあ真ん中から光が漏れるかどうかっていうのを見ながらこうやってチェックしてやります。削りすぎもあんまり良くないんですけれども、まあここは刃よりも下がっていますので、この刃口とここよりも下がっているはずですので、できるだけまあこう平らになるようにこういうふうに斜めからも見てあげて、チェックしてあげてください。はい、大体でじゃあここの当たってた部分っていうのはもう当たらなくなったかなというような感じですので、今度はこちら側ですね。こっちの方はおそらくこういうふうに弓なりになってます。下に真ん中が下がってますね。この部分もちょっと削ってやりたいと、こちら側をしっかりこう当ててこのまま削ってやります。この時にもこういうふうにならないようにしっかり上から押さえつけて削ってあげてください。でどうしてもこうなりそうで怖いという方は、逆にここが今当たりませんので、この状態で、はい、こういうふうに削ってあげてください。そうすると今見えますかね、ここの高かったところが木が削れて白くなってます。でもここの真ん中はなっていないということは、まだこの左右が高いということですね。あ、カメラで見てわかる？この色の違い、はい、はい。じゃあこれでそのままこうならないようにできるだけ平行に力を加えて慎重に削ってください。はい。で、削っている間に余談なんですけれども、端っこが高くなるようにカンナの職人さんが木をそういう形で、取ってくれているというような、ちょっと豆知識もあります。じゃあこれで今ほぼほぼ均一に、平らになったかと思います。平らになっているか、例えば真ん中が空いていた時にはこういうふうに光がちょっと漏れてきたりします。それがこういうふうにどこを見ても光が漏れないようにまずは整えてあげてください。ではですね、こちら側を削って、今こちら側も削りました。こっちの全体の高さも落ちてきました。平らにはなったけれども、ここ全体が落ちました。そしたらまたこちらと近づいてしまうと、これとここが同じ高さだと、そうすると削れなくなってしまうので、またそしたらちょっとこちら側をへこましてやると、こういうふうに定規を当てて光に透かした時に、この刃よりも上側が下に下がっていて光が漏れるような形、だいたい 0.1 ミリから 0.2 ミリとかですね、それぐらい、まあ本当に少しの隙間だけで大丈夫です。で、今度はここの部分とここの部分を二点接地にしてやりたいです。ここの大尻の部分とここの部分、刃口ですね、こことここで二点接地で、真ん中っていうのが例えば木が反ったりちょっとこうお腹が出たりしたら、こことここが当たらなくなってきます。ですのでこの間を
透かしてやりたいというような考え方になります。はい、ですので、だいたいここから先、ここから1センチぐらいですね、先、はい、この部分を今度は削ってやりたいと、できるだけ平行になるように削ってやると。はい、こういう形でですね、今ここから内側だけが削れたような形になりますね。で、さっき言ったように削りすぎは良くないので、ある程度削れたら光に透かしてチェックしてみます。はい、もっと削って良さそうですね。ちょっとここで注意なんですけれども、これもし両面テープか何かで貼る場合は、両面テープの厚みでこうボコボコしないようにしてください。これ自体は完全に平面というところがちょっとミソになります。例えばここの2列だけ両面テープを貼ってペタリとやると、この両面テープを貼ったところだけ削れていってしまいますので、両面テープが均一になるように、もしくは両面テープを貼るところが干渉しないようにしてあげてください。はい、じゃあこのままちょっと続けていきます。ちょっと図を出しますが、だいたいこんな感じのへこみ具合になっていればいいというような形ですね。はい、じゃあこれで実際に削ってみましょうか。はい、今すごい薄い形でこういう形で削れてますね。はい、いい切れ味だと思います。はい、こういう形で台を直してやることによって、どん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 薄く削ることができると。はい、広い面積で削れるようになりました。まあ、場所によってはちょっと薄く削るのがなかなか難しいところもあるんですけど、基本はカンナの刃はもう髪の毛1本分ぐらいですね。ちょっとこれだと今少し厚いですね。はいはいはい、削れてきましたね。幅広い面積でこういう形で削れるようになりました。はい、こういうふうな、まあ、メンテナンスが必要ということですね。はい、ということで、このカンナなんですけれども、買った時には、まあ、いろいろ一応仕込んではあります。ですぐに使える状態だとは思います。ですけど、より広い面積を削ってやりたいと思ったら、さっきの調整法みたいな自分で仕込むということが必要になります。カンナも、日本のカンナ、これ買ってすぐの状態は切れたとしても、すぐに刃の、切れ味とは別に台が狂って、切れなくなるということがよくあります。ですので、そのメンテナンスの仕方ということで、今日はざっと、カンナ入門編ということで替え刃式カンナを、ご紹介させていただきました。はい、どうしようかな、あともう一つちょっとこすって調べてみましょう。はい、これで今ちょっとお分かりいただけますでしょうか。さっきはこの横が高くてぶつかっていたですけれども、サンドペーパーで調整したことによってここがぶつからなくなりました。で、今ぶつかっているのはここの部分とここの部分で2点設置ですよと。で、まあ、ここの部分が当たっているのは、おそらくまあこう削った時にこういうふうに空いている部分が擦れた部分というような形になってます。まあ、ここがついている方もいいという説もあるんですけれども、初めのうちはここもう全部こう黒くもならないぐらい削っておいてもいいかと思います。はい、ということで、まずはここを調整してやる、あとはここの部分が2点設置になりますよというところまで、調整してあげれればいいかなというようなところです。ということで、この高勝ですかね、初めの状態でもうある程度使えるところまでしっかり仕込んでありました。で、多分その調整した当時はもっと削れたんだと思います。なんですけど、ホームセンターなどでその在庫している時に反りなどが出てきて、お手元に届く時っていうのはもしかしたら削れないかもしれません。その時に今のようなそのセッティングの仕方っていうのを覚えておくと、当たり外れがあったとしてもご自身で調整できるかなと
すごい、まあ、いい感なんですね。昔はやっぱりその貝柱式っていうものがなかなかなくて、なかなかその木工にやるにはカンナってすごい大きな弊害だったんですけれども、で、まあ、さっき冒頭にも言ったようにこういうカンナのその調整ができるということはすごい細かい範囲で、丸のこやトリマーでできた、その段差などの、ものっていうのも、修正できます。ですので、まあ、一つもし興味がある方は、ホームセンターで貝柱式のカンナをお求めになってみてはどうかというような紹介でした。ということで、このまま終わらせていただきます。ご視聴ありがとうございました。